ランナー向けの簡単時短ご飯。今回もテーマはデトックス。ランニング後や仕事で遅くなった日に食物繊維を補給できる手軽でヘルシーなひき肉とたっぷりキノコのおからあんかけ丼を作ります。しめじ、えのきの石突きを切り、しめじは手でほぐし、えのきは3センチ幅に切ります。温めたフライパンにサラダ油を引き、豚ひき肉を中火で炒め、色が変わってきたらえのき、しめじを入れ、しんなりするまで炒めます。水、醤油、みりん、料理酒、甘酒、和風だしを加え、一煮立ちさせて、弱火にします。この時に水分が足りなくなったら、水を加えましょう。うの花、大豆を加え、1分ほど煮込み、火を止めます。水に溶いた片栗粉を全体に回し入れ、再度火にかけて全体を混ぜます。ダマのないようにとろみをつけましょう。とろみがついたら30秒程度しっかりと沸騰させます。ご飯を器に盛り、上から具材を乗せて、お好みで三つ葉を添えたら完成。ひき肉とたっぷりキノコのおからあんかけ丼でデトックス。ランナー向けの簡単時短ご飯。次回もお楽しみに。